ほう。イヤホンなう。どんな？声聞こえてますか？めっちゃ聞こえてますか？マジか。遠くの音めっちゃ聞こえる？めっちゃテレビの音が鳴ってるんですよ。結構聞こえてる？めっちゃ聞こえてる？がっつり。ああ、じゃあちょっと切ってもらおうかな。テレビの音切ってもらおうかな。大丈夫？そこまでは大丈夫？バンサーやるかな？バンサーれちゃうかもしれない。そこまでではない？結構聞こえてる。そこまでではない。バンされるまでではない。あ、そっかそっか、そういう感じか。オーケー、ありがとう。結構鮮明に聞こえるんかなと思ってた。ノイキャン忘れてきたんですよ。今日いろいろ忘れてきて、今実家いるんですけど。さ、カラオケにしたらさ、ちょっと通信悪くなるよね。悪くならんかな。やってみようかな。聞こえない。大丈夫か。実家の Wi-Fi が強いんか。お。
BGM 作戦いろいろ忘れてきた。そんな急いでなかったんですけど、まずいつも使ってるこの新幹線のに使ってるクレジットカードがなくなったんですよ。どこに行ったか全然覚えてなくて止めてないです。家にあると思うんだけどね。電話したがいいですか。どこ行ったんだ、どこ行ったんだ。家にありそうだけど、でも探したけどなくて。そんなことある。もはやどこにあるかわからない。再発行しようかな。でも、そう、予想できるとこは全部探したんですよ。でもなかったから、ここもない、ここもない。じゃあどこ？多分ふとした時にここにあったんかーいみたいな感じになりそうだけど。家帰ったらまたちょっと近づこう。まずテーブルの上でしょ。テーブルの上、バッグのポケット、アウターのポケット、財布の中、
予約確認みたいなの見つけ見たら2月だった。2月って思って全然使ってないあの帰省した時しか使わないですよ、ね、ほぼ。そうじゃない時、私2月止めるか。コートの中、なんか分かんないから再発行してもらおう。わからないものかと。まずは電話。静かになりました。
してみよう。します。今日もめっちゃ食べました。もうお腹いっぱいすぎて。しかもなんか眠い。実家の安心感。そうなんだよ。安心感ありますね。ある程度揃ってるし。今日は
短く睡眠して、4度寝ぐらいしたかも。なんか重かった。そうね。グデヤンでした。準備してカードないことに気づいて探してなくて、もういいやってなって、ふふ。そうなんですよ。今日はゆったりと過ごしています。明日はお父やんが昼ご飯作ってくれるらしい。目玉焼き。目玉焼きご飯。
今日はね、月がめっちゃ綺麗でした。すごく綺麗に見えるんですよ。星もちょっと見えました。夜は寒い。昼は暖かかったんで、夜も暖かいかなと思ったら、まあ、まだちょっと冷えますね。こたつはないです。自分の家にはある。まだ直してない。広島の自分の家が寒いんですよ。外より寒いから。なんでかわかんないけど、一人だと寒い。あ、そういうこと。一人だからかな。なるほどね。めっちゃ寒いよ。外と違いすぎてびっくりする。家の温度だけで言ったら結構もこもこアウター着ようと思うけど、外出たらびっくり。結構そんな感じですよ。だ
近もう結構寒くても我慢しようっていうスタンスで家を出た方がいい。でもちょうどいいアウター欲しいんだよね。フード付きの、フード付きのちょうどいいやつが欲しいんだよね。そうなんだ。今もう夏物、今なんか水着売ってある。もうあれなんだね、もう水着屋さんに売ってるとかじゃなくて、もう洋服屋さんでも売ってあるんだ。もう結構ファッション寄りの服みたいなやつ。うん、そう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 。ファッションですね。花火売ってるんだ。花火早いね。この時期か。だって一番早いの見たので、もうそのファッション関係の方は秋冬の素材を探し始めてる。もうすでに。先の先や、ね、なるほどって。ネームネーム。早寝できそう。夕焼けはいいですね。
黄昏れましたよ。朝焼けは全然見ないですね。目をつむってるわ。いいね。いい格言や。目をつむってたら空は見えない。いい格言ですね。ですから、増やしたいね。何十買ったか。ちいさん、みつるんさん、ゆいぞうさん、かっちゃん、まいせんたん、こっぺさん、ふじぽんさん、まさたろうさん、FCV やさん、なおさん、まささん、ファルコンさん、はちちさん、みっちーさん、にがきは、がきウィーンさん、ごじゅうアップくん、きちねさん、あたてさま、ずいやんさん、モテッキーさん、たとりたろうさん、ウェイさん、ジンタさん、おっくん、しげっきーさん、あおちゃん、ぼてさん、ボンビーさん、ときわさん、なりさん、りょうさん、ラティアさん、たかさん、ハムちゃん、ありがとう。いい感じ、いい感じね。眠さ、よいしょ、よいしょ。
やっほー。今何時？あれ？5時9？え？バイバイ。